するしない？それでは今回の匠ご覧ください。トン三脚一本歯開始です。皆さん手配を開けてください。親が続きまして一本歯ドラガスーワン太郎さん、はい、今回の手は端っこがいまいちですけど、まあ、詰まってから考えましょう。はい、太郎さん一度確認したいんですけど、はい、親と子で点数が違う中で、はい、親への意識ってどれくらい持ってます？まあ、親やっぱ親番って得なんですよね。やればやるだけ得だと思ってるんで、親番はがむしゃらに維持します。じゃあ今回もこの手形はがむしゃらに頑張る？もちろんです。まあ、トップ目っていう要素が、ね、ちょっとリスクを負わない選択よりにはなるんですけど、はい、まだ読めてます。そうですね、これが難波のこの状況だったらちょっとこれお休みモードなんですけど、あーはい、今トン三脚のやこのトンバと難波の違いっていうのは残り曲数ですね、うん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 、残り曲数による展望の変動する可能性が残り曲数、残りね、ラスト前でこれだったら結構トップ取れそうじゃないですか。で、トンバの工場だとまだね、どれほどトップが取るかわからないんですよ。だから、そういう意味で、まだちょっと上がりに積極的に行きたいですね。はい、ってなったら、はい、この手の上がるルート選択。そうですね。まあ、今赤嘘ってそう、これ言う前実はね、チャンタ系とか1、2、3とか見てたんですけど、これ来た瞬間に、はい、もうこの手は1、2、3はないんですよ。なさそうになりますか。1、2、3、1、2、3、1、2、3で失敗があると、まあ、5を切んなきゃ1、2、3なんないんですよね。まあ、ジャントにするか、うんうん。だったら、そこまで意外とね、限定、いつも限定の1、2、3を追う必要はないんで、しかもドラ表示より3、1。うん、でこれは、どうしましょう。まあ、本一見るなら、泣くなら本一か一系、はい、うんうん。で、まあ、一日さんはもうここで見切っていいと思います。これは、なるほど、はい、第1打で。これは、これこそ、はい、今まで慈愛を切り付けてきましたけど、そうだ、今まで本当ね、はい、薬杯から。これこそ慈愛切っちゃってダメな手で、もうこれ、なんか飾ったらめちゃめちゃ嬉しくないですか？なんですら。もちろん、ダブトンなんで飾ったら涙出ちゃうぐらい嬉しいんですけど、なんですら嬉しいんですよ、はい。なるほど、ここまでとまた違った、はい、本当に、スタートから、ね、思考が変わる一曲になりそうですね。ってことは、E1 からどうですか？これは E1 からいきますね。ああ、はい、なるほど。仕掛けって、今の時点ではまだない。そうですね。どうですか？まだ仕掛け、ニャンドーだけ微妙ですけど、ニャンドーもまだ仕掛けなくていいと思います。今目の前で出ても、まだ泣かない。はい、そうですね。なくてもあるんですけど、やっぱりターツを、ここで、もうこれ、例えば、連動とかするとこ小したら、ここでもう方針を限定しちゃうんですよ。うん、それが嫌で、例えば、泣いて、ローピン切ったら、もうピン止まり全部あれですし、仮に泣いて、まあ、ローピンとか切っちゃうと思うんですけど、他にね、もうね、この後、ルーピンとか引いたら、やっぱ、また方針、まあ、なんとか切っていくような手配進行になるはずなんですけど、はい、ちょっと、まだ決めすぎちゃうかなっていう感じですね。それはちょっと、かなり窮屈になっちゃいますもんね。はい、まあ、もう数順したらなかなざるを得ない、限定的な道でもそこにかけるしかないような状況になるかもしれないですけど、まだいろんな可能性を、ね、ここで決めてしまうのは、はい、良くないかな。はい、今、パワーワン持ってきましたけど。ここでね、一つまた分岐ですね。ここでパワーワンかなんの二択になってるんですけど。まあ、今、現状この二択なんですね、はい。で、ここで、そうですね。上茶さんがちょっと気になってるんですよ。上茶さんのパーソ切りが、自敗がちょっと重くなる傾向になるのであれば、なんか切りたいんですよね、はい。で、そうでないならばまだ僕はパワーン切りたいんですよね。ほー。で、ちょっと悩ましい。ね、はい。自敗の出方がどうかってことですね。ただ僕最終的にこのルートで、はい、これとりあえず嫌がらせに泣いて、嫌がらせっていうのは変ですけど、いやでもそれも得意分野ですもんね。泣いて、嫌がらせじゃないんですよ、それ。もう相手にリスクを感じさせて、ね、手を曲げさせる効果とかの泣きもするかもしれないんで。その時に何とか重なってると、それがめちゃめちゃやりやすいんですよ。ゆとり的な意味でも。なるほど。じゃあ。ために、ちょっと何の重なりを、まだ残して重きを置いて、うん、ワンチーワンあたりは、つもぎるんだ。ちょっと泣いちゃおうかなと。おー。すごいなぁ。思考の中には、その、相手に与える圧までも。圧というか、やっぱりね、結構ね、泣いてリスク、
泣くことによって相手が感じるリスクが高くなるんですよね、うんうん、でリスク目に見えた情報が増えますからね。そうリスクを跳ねのけないられない手の人は、うん、やっぱりやっぱりあのちょっと今悩みながら話してるんですけど伝わります。可愛らしいですね。やっぱりなんですか手を素直に進められなかったりするんですね、うんうん、その効果を狙って戦術的に、ね、戦術的にこの20目の両層カンちゃんで仕掛けました。そして、まあ、チーしたらやはり、はい、まあちゃんとかまあ基本はまあ本一なんで、はい、基本は本一なんでまああのなんていうか赤嘘を切ること赤嘘と、まあ、ピンズの3種類から切るんですけど、うんうん、まあ一応3ピンいたら残すかなみたいな。ちゃんたの目が残りますか、はい、そしたら。ツーちゃんた、トンダブトン吐くみたいなのを見て残すかな、うん、みたいな感じで。すごい、今選んだ役、何か重ねれば高いですもんね。はい。はい、さあ、関連層から動きました。この仕掛けが周りの3人にはどう映っているか。あとはね、神茶がどこでこう。庄司さん、厚かましいですね。厚かましい。この仕掛けに泡を切ってくるなんでね。親の太郎さんに対して、はい、あ、今度。神様もやる気ありますね。すごいですよ。想像嫌いなのかなって。あの人は色で、色、違う色やろうとしてますね。あ、そういうことだ。だから、はい、僕の色を先に。なるほど。どんどん切っていくみたいな、ね。じゃあ、ピンズか、マンズか。そうです。あの、リャンワン。で、リャンワン、場に一枚切れ。はい。まあ、これいらないですね。はい、岩も切っています。まだちょっとわかんないですね、神様の色は。大体枚数で、自分の持ってる枚数の少ない色って思っちゃうんですけど、思うこと多いんですけど。可能性的にはピンズなのかなってことですね。いや、でも本当、親の仕掛けに対して薬杯の初だったり、渦も打ってくるってことは、攻めの姿勢ってことですもんね。周りまあでも普通ですけどね。うん、あの、まあ、あの人によっては、神様で仕掛けると、はい、あのその本日の色の絞るみたいな人もいるんですけど、はい、僕はそれが正しいとは思ってなくて、うん、ていうか自分の上がりを潰してそれやる価値を本当に精査してるのか、なんとなく泣かしていけないと思って切らないのかっていうのはちょっと疑問に思うところがあって、うん、本当に自分にとっては損か得かを考えるべきなのに、なんとなく切っちゃダメみたいな意識でとどめてる人って意外と多いし、あ、この方がいいんじゃないかなって思いながら、はい、本当にいいのか悪いのかはそう、ちゃんと精査されてないケースがね、難しい、確かにある気がするんですよね。でも、そこはちゃんと考えなきゃいけないんで、うん、つも悪いですね。でも、つも切り。3ピンが出たときって仕掛けるんですか？いや、ちょっとね、3ピンは仕掛けないです。あ、3ピンは泣かない。まあ、ちょっと仕掛けちゃうと、うん、この手のお角が知れちゃうっていうか、相手がリスクを感じなくなっちゃうんですよね。あー、印象が。はい。これね、はい、これもね、ちょっと上がりたいんですよ。テンパ維持したいんですよ。あれ急になんか、すごい。あのこれも2ピンでも切りたいんですけど、はい、なんか今何もう何としても上がりたいんで、うん、ダブトン、なんだろうな、赤とか、ね、はいはい、白赤とか、一通かね。一通赤とかね、うん、その辺でもいいから上がりたいし。ってことで、何切りだ。最悪テンパも取りたいんで、そうですね、最後ね。ここで、ちょっと残り、ね。12、3枚しか積もれない中で、ここ3枚切っていったらちょっと間に合わないかな、みたいな。一つまたこれは現実的な判断ですね。何切りのあたりから。ね、速度感と手配バランスを見て。はい、ね、で、これ、上茶さんのピンズが、はい。意外と早い。今、数はドラでしたね。意外と早い可能性、こと、絶対ではないですけど、はい、可能性が高まったんですよ。トーン白で結構、なんていうか、なんていうの、基準高まってるんですけど、ドラツモギてるじゃないですか。これ、うん、まあ、ピンズだとは思うんですけど、あの、マンズがないってことだと思うんですよね。あの、あ、はい。そうか。他のマンズあったら、他のマンズから打つこと多そうですよね。はい、だから今ちょっと悩んでて、はい、パーピンってポンされる可能性が、まあちょっとありそうなんですよね。うんうんうん、で、ポンされて、リャンピン打つので当たっちゃうのが、どんぐらいあるのかな。リャンピンから切っておけば多分ほぼポンされないんですけど、今ね、場に1枚切られていて、はい、あのリャンピンに声はかかりませんでしたしね、はい、なるほど、リャンピンとパーピンの切る順番、それが最悪当たりになるケースまで考えて今手が止まったわけですね。そうですね、だからまあパーピン切るの普通なんですけど、あとリャンピン切る方が多分、はい、あの手配上地さんに進行されないっていう意味では
ったらいいと思うんですけど、うん、あの、3品引きまだ欲しいわけですよ。そうね、言ってましたもんね。そうですよ。テンパイ取りたいんだよって、ね、はいはい、自分で。だけど、パーピンボンさんの可能性あっても、そんな高くないんで、うん、まあ、まだ行ってきますかと。おー、でも本当にボンが入った。太郎さんの読みの候補の中の一つが今採用されましたね。はい、これ結構やばいですね。ラペーですね。はい、だけど、多分、リャンピンはまだ大丈夫なんですよ。それはどこで泣いてなかったんで。うん、近くにない。そう、うん。で、まあ、あれ、まあ、ちょっとね、良すぎて、うん、なんていうの、泣きたくなかったみたいなね。うんうんうん、くっつきで泣きたくなかったとかね。まあ、あるんですけど、このリャンピンを残しすぎちゃうと、まあ、今当たる可能性も十分あるんですよ。はい、あるんだけど、今残しすぎちゃうと、もう、店じまいなんですよ。ね、僕がここで店じまいするのやってない。僕はやってない。やってないというか、得だと思わない。うん、じゃあ、切るってことだ。もちろん当たるリスクはあるけど、あるけどここで切るべきだ。あ、はい、これで残すのも、急いで切るべき。急いで切るべき、うん。切りましょう。切るんです。はい。なるほど、はい。あっちもね、勇敢に来ますけど、こっちも勇敢にね。いや、ここで抑えちゃうのが僕はダメだと思うんですね。はい、あ、この一打ですね。危険な牌を全部切らなきゃいいってもんじゃなくて、危険な牌も、将来のリスクだったり、将来の自分の、なんていうの、邪魔になる、まあ、リスクを負わざるを得なくなっちゃうんですから、残すと、はい、手配が済んだときに、それを前倒ししとく意識ってやっぱ大事だと思うんですよね。うん、でも、神社の基準めちゃめちゃ高いですね。トン、ハク、ペイ、やっぱりほら、ペイが一番最高でしょ。本当ですね。まあ、大体みんな自白で最後にしてくるんですよ。本当だ。で、張ってるかどうかはまだ分かりませんけれど、ハツは、あ、こちらね、ペイね。切って、リャンスを残しました、はい。合ってるかどうかは分かんないけど、まあ、おそらくもう、孤立の字はないんですよね、あそこには。うんうんうん、もう、ハツ1枚、チューも1枚、ハク、ね、1枚で。それが大事なんですよ。ね、切られてますけど。はい、多分ね、ハツが、ハツを持ってる可能性しか残ってないんですけど。自敗で役に、あ、今、シャアが出てきた。へぇ、多分か、ということは、これで明らかになったのが、はい、僕はもう字持ってないと思ったんですけど、うん、ね、僕に対して受けたんですよ。トップさんが。で、要はシャアが1枚切りなんで、僕に対してペイのが、その本日っぽい仕掛けにペイのが危ないと思ったから、うん、シャア受けたんですよね。まあ、トイサトの可能性もちょっとあるんですけど、まあ、おそらく受けたペイ、受けたペイの先切りで、うん、ということはペイを先切りできるぐらいの手なんですよ。これ、それ大変じゃないですか。そう。多分これね、あれこそテンパイの可能性がかなり高い位置だですね。もしくは、はい、陳逸の四畳杯のない、というか、ブックブックの陳逸みたいなのか、まあ、だからめちゃくちゃ基準が上がりました、シャアは。どっちにしろ。テンパイの可能性も高まったし、先切りして安牌気味に残した牌を切らざるを得ないぐらいの手ってことなんで。これ、やばいじゃないですか。どうしますか？まあ、やばいですけど、だからで何もできないんですよ。積もられても、じゃあ何したら積もられないのって話になっちゃうんで。途中で受けもあります？あ、ここで、なんちゃからのリーチが入った、はい、ここは、はい、大体諦めようって気持ちがあります。声が少し小さくなりました。今諦めようっていうのは自分の上がりや可能性はかなりきつくなったなと、はい、じゃあ連チャン目指すぐらいですか。まあただテンパイする可能性、あとここでね、この人が何、あ、統一落としだった。統一落としはどうなんですか。統一落としの可能性もあると思ってたことは、パワーアップしたんですよ、あれで。やばい。ただ、戦闘力上がっただけじゃないですか。そう。これだってさ、本一の人が、はい。ねえ、あれ、ねえ、おかしいですよね。シャワシャワはね、パワーアップですよ。本からチンですよね。はい、まあ、本からチンか、そう、そういう系ですよ。ね、あとはリーチに対してどこまでやってくるかってことですね。この後。うん、まあ、ただ、統一の人で、リーチなんで、パワーアップはしたんだけど、うん、これがテンパイ、今引いた1枚っていうのは、逆にテンパイかどうかは、トランスワンが来けなくて、微妙かもしれないですね。こんな、さっきに来たスワン持ってきちゃったよみたいな状況かもしれないし、テンパイかもしれないけど、X、要は、テンパイする可能性の方がやっぱり低いんで、はい、次に何か押されたらあれですけど、一杯で転売する可能性が低いんで、転売ってない可能性は高いだろうと。で、太郎さんどうしましょう、はい、で、パワーアップの種が初だった可能性がちょっとあるんですよね。はい。まあ、あんまないんですけど、ペイ先切りしてるんで、うん。あんまないですけど、ちょっとだけ初だった可能性が あるんで、はい。どうしようかな。次、一応やめときます、ここは。初からは打たない。はい。
ってなると、ここで、テンパする可能性は、テンパってないとは思いそうなんですけど、うん、テンパってた場合、これ当たるの可能性がちょっとあるわけですよね。ね、本日発でも、はい、あの、パワーアップのネタが発だったり、もともと発がその前に取り付けてたりとか、可能性があるんで、うん、で、次に、あの人が、受けた牌を切ってきたら、そうそう、切ってやろうかな、みたいなね。タイミングを見ながら。で、まあ、ここはまだ、うん、泣かせてあげない。はい、泣かせていけない。泣かせるのは、むしろ泣かれたいんですけど、うん、当たりだったら嫌だっていう感じですね。ことですね。でも、ああいう仕掛けが入ってる中で、しっかりこっちリーチ来ましたからね。ああ、追いかけリーチが入った。二軒リーチ。トイメン。これは絶望的ですね。あらー、ってなりますと、太郎さん、はい、今、急走ね、つもぎりでしたけど、神、はい、ちゃん。どうしましょうか。ちょっと、通常、まあ、ちょっと言うか。これ一発消しは、はい、あれできるんですけど、もうこれしないです。ああ、一発消しも考えたんですね。はい。まあちょっと、なんでしないんですか。バカバカしいからです、自分が打ったら。の残りが狭くなってね、はい。たった一瞬のはい、あの人の一発で上がる可能性のためだけに、はい、自分が、ね、後に手詰まって保持する可能性を負うのは、うん、あと、ね、ほぼ天ね嫌なんで、うん、まあ一応天敗は絶望です的ですけど、ここでもまだ僕は上がる可能性も天敗する可能性も諦めてはないです。まだ持ってる。はい、希望は。希望は持ってる。ただまあ大体無理だろうなと思ってますね。何パーセントぐらいの話ですか、希望。0.1%。あ、でもまだ希望の光は消えてないんだ。はい、でもこの数字、うん。で、このベタオリティーンとしては、気づけるんですよ。チーソーね、トイメンが。まあ、ドッポさんが将来、チーソーが当たる可能性がゼロではないんで、うん、ただ、ほぼ当たんないんで、ここはテンパイ復活の可能性を考えて急速切るんですよね。なるほど。一度こう、できたメンツのところ触るんですけど、切り方としては、二度と出会えないチーソーよりも、まあ、また出会えるかもしれない。出会いにくいチーソーよりは、なるほど。ここも僕はもう譲れないとこで、あ、そうなんですね、ここでチーソー切る人は、もう諦めちゃったの。もうそうで、完全撤退のチーソーです、ね。それもう、テンパイする可能性は、まあ、0.1% しかないかもしれないけど、もう諦めちゃったんだ。はぁーってなっちゃうわけですよ。おぉー。なんで太郎さんは、打球走。はい、これは、そう、球走ですね。なるほど。もうなんかもう完全に3人にお任せしてしまうのかと思ったら。まあもう大体ダメですよ。そんなのわかってるんですよ。あー、ドラを掴んだ、トイメン。下茶屋の宝珠。うわ、めちゃくちゃ高い。リーチタイヤをピンフ3色、ドラドラ。なんとここでハネマンが決まりました。12000。一本場12300。さあ、大きな横移動となりましたが、この曲は皆さんどんな手だったんでしょうか？開けてください。いや、太郎さんのおっしゃってた通り、グレードアップ感しかなかったですね、神ちゃん。これ、あ、トラズの車、統一が変わったわけじゃなくて。あ、トラズなんだ。かっこいい。そして、向こうも赤ドラのパブローは、いや、今回ちょっと、ドキドキの手ばっかりじゃないですか。一番くしちゃくちゃですけど、まだ 1% 諦めてなかったですもんね。いや、もう諦めちゃ、もうダメだなと思ったけど、諦めることだけはしてない。ないよってこと、はい、大事です。これも麻雀の中で大事な意識のね、持ち方ですから。いや、太郎さん、面白い曲になりました、今回も。そうですね、こっちばっかり見せたらね、二人に攻め込まれて、もう、あ、終わったなっていう感じでしたけどね。いや、でも、これだけの手が入ってたらね、はい、来ますよね。でも、二軒リーチはちょっとありがたかったですね。あ、ありがたかった。はい、それは。積もらえるの嫌なんですよ。はい、で、もうむしろ三軒になってきたら、はい。打ち合いが 67% は、まあ、ちょっとどの点もあるんで単純じゃないんですけど、報じて終わるわけですよ。5割超えぐらいで報じかだと、はい。そうです。ってなると自分が払う点数はゼロですもんね。そう。これがベストなんで、はい、自分が失点しない可能性が上がってくれるわけです。じゃあいい展開だったってことですね。この手のバランスで。はい、そうですね。まあ、積もられるの嫌なんでめっちゃ。聞きました。だから、リーチが入ったら、もう一人リーチ入ってくれたら、うん、もう一人行ったら、よし。で、その中で積もられたら、
って思っちゃうんですよね。あの、対戦してる太郎さん見て、そんな感じで私たちも見ればいいですね。はい。あ、追いかけられる太郎さん、じゃあ勝手にやり合えと思って、積もられた。はい、まあ、横決着の可能性が、失点の可能性が上がってるわけだから、まあね、そうですよ、ね。あの、リーチリーチはめちゃめちゃ大歓迎なんですよ。一人だって降りられちゃったら、上がった時は、もう絶対失点するわけじゃないですか。みんな落ちちゃったら。ね、一つも展望出さずに終わりましたから。リュックしても展望取られてる。あ、積もられたら展望取られる。相当嫌ってるぞ、払うのに。でもそれくらい意識高いですね、はい。失うことへの。やっぱどう、いかにポイント、ね、稼ぐかってゲームなんで、うん、自分、まあ、それ、だからというと別に他のリーチできないですけど、まあ嬉しいって気持ちではね、はい、そういう気持ちになりますよね。曲のね、消化の仕方としては、嬉しいパターンとなりましたね。はい、はい、今回もありがとうございました。次回もお楽しみに。